ピンチがチャンス、ジェジェチャンネルです。緊急動画になります。今ですね、中東を中心に、大きく事業展開をしている、僕の後輩からですね、電話があってですね、いろいろ喋ってたんですよ。で、彼はですね、王族、王様たちと一緒に仕事をしている、すごいやり手なんですけれども、僕はですね、YouTuber を僕自身がやってるということは、ほとんど知らないんですよ、僕の周りの人もね。普段会っても僕がまさかですね、覆面マスター JJ やということは一切言っていないので知らないんですよ。ただですね、彼は僕が YouTuber であるということを知ってるんですね。もう古い付き合いですからね。そういう中でですね、違う話で電話かかってきとったんですけれども、小池百合子の話をちょっとしたんですよ。日本は今選挙盛り上がっててですね、俺も YouTube やってるからね、今エジプトのカイロ大学の問題もあって、なんか情報ないかとね、あったら教えてくれよみたいな話をしたらですね、驚くべき話をしてくれたんですよ。なのでこれ動画にしとこうかなと思ったんですけれども、非常に内容がですね、他の僕が調べてきた事案とこれがつながるのでね、これをちゃんと固有名詞を出してお話をすると完全にバンされる内容なんですよ。なので非常に気をつけてね、固有名詞を出さないように、話をしますのでね、皆さん方も俺がどの会社のことを言ってるのか、何を言ってるのかということをですね、想像しながら聞いてほしいんですね。どんな内容かというとですね、まず、これは前にも言ったと思いますけれども、小池百合子のカイロ大学を卒業したとかしてないとかっていうのはですね、実際に小池百合子はですね、カイロ大学は卒業していません。卒業していないんですけれども、卒業したということになっていますよね。で、これはですね、カイロ大学が卒業証書を出した。ね。で、慌てて出したもんやから、ね、いろいろ小島さん、弁護士の小島さんが、告発したように、いろいろこう日付であったり、いろんなことでね、不具合が出てきてるんですけれども、実際に、カイロ大学の卒業をしたということ自体はですね、エジプトでは国家機密になってるらしいんですね。この話はしましたよね。小池百合子が、衆議院議員の時、防衛大臣をやってる時にですね、国家機密になったと。で、なぜ国家機密になったかというとですね、それはですね、この先進国 G7 の中の、日本の防衛大臣がエジプトのカイロ大学を卒業したということは、エジプトにとっては非常にですね、日本の国家権力の中枢に行ってる人がエジプトの大学を卒業しているということを、詐称のお手伝いをするということは、非常にエジプト側にとってはメリットのある話やと。ね。だからこれ国家機密になってるんですよと。だからどうあがいてもこれはですね、闇を暴けないんですよって話はしましたよね。これは間違いない話なんですよね。で、これは彼から聞きました。国家機密扱いだよっていうのは、彼から聞いたんですけれども、それ以上にですね、今どうなってるかというと、この選挙のことはですね、話したんですよ。今は小池か、蓮舫かということなんですけれども、これはですね、今日のヤフーニュースに出てました。ヤフーニュースでですね、世論調査が行われたんですね。これ現代ビジネスが中心となって、非常にこれ信憑性の高い世論調査です。そうするとですね、投票率がもしも 55%、今大体それぐらいじゃないですか。ね、非常に低いじゃないですか。投票率が 55% の場合ですね、小池百合子が、43.6。で、蓮舫が 32.1。ということで、10% 以上、10ポイント以上、小池百合子が有利だと。で、投票率が 55% だった場合ですね、250万票以上を小池百合子が取るだろうと。で、蓮舫は170万票、弱なので、完全にこれは小池百合子が、勝つだろうという結果が出てます。ね。じゃあ、石丸真嗣はということなんですけれども、一桁台でですね、完全に当選の枠外らしいです。で、これはですね、インターネットを見ている方はですね、前回の、東京のですね、区議会の選挙で、初めてですね、日本保守党、僕も党員だったんですけれども、日本保守党が非常に盛り上がってましたよね。飯山あかりさん出てましたよね。これ行くんちゃうかと思ったんですけれども、ダメだったんですよね。このようにですね、実際インターネットで盛り上がっていても、まだまだアナログ、現実の世界には追いついてないなっていうのは僕、これ感想として感じてるんですよ。飯山あかりさんの時にね。だから今回の、選挙もそうなんですよ。都知事選もそうなんですよ。いろいろ騒がれていますね。学歴社長もものすごく騒がれてます。僕も小池百合子だけは嫌やとね、最高女だけは嫌やと思ったんですけれども、実際に選挙となるとですね、基礎票ですよね。自民と今回は連合、これ両方とも小池百合子を
支持するということですから、この世論調査とこの基礎票を合わせて考えてみても、まあ小池百合子がダントツの1位になるということはですね、これほぼほぼインターネットの世界だけの話だったら無理かも分からへんけれども、ほぼほぼもうそういうことはもう確定してるんじゃないかなというふうに思うんですね。だけど今回の動画はですね、この選挙を予想するということではなくて、予想の、するというかどうなるかっていうのはですね、もう蓮舫がアウトになりますからね。もうこれ昨日お話したように、蓮舫は公職選挙法違反をしているので、彼女がトップになったとしても、小池百合子が告発してバーンと落とされて、小池百合子が2位でも1位になるという話を昨日しましたけれども、まあ、この話は置いといて、今日話がしたいのはですね、じゃあ実際に、ね、エジプトは小池百合子をどないすんねんという話をしたわけですね。小池百合子とエジプトの関係どうなんて聞いたらですね、もうほんまにかなりズブズブらしいんですよ。で、エジプトとしてもですね、やっぱり東京、のトップのですね、いわゆる不正を握っているということで、非常に強い立場にあると。ね。恐ろしいですよね、この世界ね。で、エジプトにたくさんですね、東京はですね、寄付をしていますよね。なんでエジプトのね、鉄道をね、引くのにね、東京都が支援してんねんっていう話もあります。それ以外にですね、もっと驚いたことにですね、ここからはですね、もう完全に僕の動画はですね、もう今度バンされたらもう完全に終わってしまうので、かなり隠語を使って話しますね。だけどこれ真実なのでね、皆さん、ちゃんと聞いてほしいんですけれども、僕は過去にもですね、挙げてますよね。このテレビの業界、メディアの業界っていうのは、ある会社が牛耳っているから、ある会社が右向けって言えばですね、もうそれに逆らうことができない。みんな同じ方向にメディアは報道していくんだと。で、このことは報道してはいけないというふうになると、メディア規制が引かれてですね、報道されない。非常にですね、僕らをコントロールするための道具なんだよという話を、したことがあると思いますね。で、この日本のですね、一番大きなデンマルという会社がありますよね。この会社と、小池百合子はですね、もうズブズブの関係なんですよ。竹中平蔵と同じなんです。竹中平蔵がパソナとズブズブだった。ね、関係と同じように小池百合子はとズブズブです。なので、東京オリンピックの時に不正を働いた入札禁止会社になってるんですよね。ね。だけれども、言うてしもたからここはピー入れますね。デンマルは、東京都の入札禁止というね、今年の8月までやったかな、2024年の8月までは入札にも入れないというようなことになってたんですけれども、ね、東京都庁のデジタルマッピング、3D のね、デジタルマッピングでは入札をね、デンマルの 100% の子会社、100% 子会社ですから、もう同じ会社じゃないですかね。デンマルじゃないですけど、が受注してるんですよ。これ50億のね。これずっと続いていくんで、毎年毎年の予算やから、一発じゃないんですよ。ずっとデジタルでずっとやっていくわけですわね。このようにですね、要するに、もううまいことですね、これいくら、不正を犯してあかん言うてもですね、随時契約を結んで、そして子会社に仕事を出す。で、これもですね、すごい随時契約をしてるんですよね。小池百合子はね、この、デンマルとどんな契約をその後したかというとですね、すごい契約してるんですよ。入札には参加できないけど、直接指名は OK やろという契約をしてるんですよ。こんなんありかいう話なんですよ。その方が強いやんか。ね。まあ、この話置いといて、まあそういう契約もしてズブズブなんですよ。だからテレビでは絶対に、ね、この小池百合子のマイナスになるような報道はしないんですよ。このデンマルとズブズブやから。蓮舫の足を引っ張るような報道はすると思います。だけれども、小池百合子のあの問題については、カイロダークの問題については一切報道しないのは、このバーンと握ってるっていうところがあるんですよ。そしてなんとですね、このエジプトにですね、デンマル、イージスネットワークという広告会社があります。ね。これデンマル、イージスネットワーク、ね。ほぼほぼ、もうこの会社はですね、日本のデンマルと同じ、エジプトの広告業界を牛耳ってる会社があるんですよ。デンマルと同じ。なんと、この日本のデンマルが、このイージスネットワークをブワーン買収して、もう、デンマルの傘下に収めてるんです。このエジプトの、メディアの業界をですね。つまりですね、このようにですね、もうメディアコントロールを完全にデンマル、エジプトと日本とですね、牛耳ってるところに、バーンと小池はもうこの金玉使われてネットワークあってお金も流しててですね、ATM になってるんですよね。だから絶対に、いくら、ね、弁護士の小島さんがですね、検察に刑事告発しましたよね。
して、これ刑事告発されて、これが受理されるかされないかということなんですけれども、これ 100% 僕は受理されると思いますね。これを受理しなかったら問題ですからね。こんだけ証拠、小島さん元弁護士が7つもね、証拠、客観的な証拠を集めて、これは刑事告発したわけですから、一応受理するでしょう。これが起訴されるかどうかというのはですね、これはまだ話が別ですけど、受理されるでしょう。一月か二月後にはですね、受理されると思います。選挙後にですね。で、おそらく起訴ね、されたとしても、されなかったとしてもですね、絶対に、このエジプト側は今のこの関係の中でですね、いやいや、訴追をしてるよというふうに決まってるんですよ。ということは、いくら小島さんが7つの客観的証拠で起訴したとしても、ね、直接証拠、ね、本体の大学自体がしてないっていうわけやから、これは、ね、罪には問われへんやろうというのが、ね、大方っていうか、このチャンネルの、僕の取材する限りでの、結果なんですけれども、ただ一つ気になることをね、今日僕の後輩が電話で言ってたのは、ただしね、彼女が、小池百合子自体が、この権力の中枢から外れた場合は分からんでって言ってました。要するに、彼女が東京都知事というね、この権力の中枢にいている、場合はですね、エジプトとしてもメリットがあるけれども、彼女がこれが失脚した。もしも通らなかった。ということであればどうなるかというとですね、当然次のトップとの関係を良くするために、彼女のこの学歴は、いや、そんなん実はわてら知らんかったよとなる可能性は十分にあるよという話をしてました。ということはどういうことかというとですね、ゆり子ちゃんはですね、このデンマルムを動かしながらですね、絶対にこの椅子を手放すことができないということなんですよ。なのでですね、こういう、まあ、大きな流れから見てもですね、今回のこの、現代ビジネスのヤフーで発表された、この調査結果にしてもですね、僕らがインターネット上で、嫌やな、小池だけは嫌やな、学歴詐称もあるけどな、言っててもですね、実際には基礎票、投票率、これが全てですから、残念なことにですね、小池が1位になるでしょうね。もしも小池が1位にならなかったとしても、蓮舫が1位に、もしもね、10ポイント差をね、ぐーっと縮めて、小池を抜いたとしてもですね、小池側はですね、これはですね、もう完全に選挙違反、蓮舫してるわけですから、バーンとですね、告発して、アウトを言うて、こう、復活。かつ、都知事ということになるので、参戦間違いないんじゃないかな。石丸さんは県外ということが出てますね。ただしこれはまあ分かりませんよ。何が起こるか分かりませんけど、今の状況ではそんな状況だということです。で、今回ですね、入札指名停止となっていたですね、この、デンマルがですね、なんとですね、匿名随時契約を東京都と結んでいた。しかもそのね、匿名随時契約で東京マッピングの仕事も取っていた。こういうけどバーンとね、こういう形でですね。しかもこのデンマルがエジプトのね、デンマルと言われてる大手のメディアで、コントロールをしている会社のバーン買収して、イージスネットワークを買収して、51% の株式を持っていた。もうつまりこのメディアは全部小池の手中にある。でも小池としても、ね、彼曰くですよ、このポジションを手放したら、もう次のね、この、いわゆる権利を持ってるところと入れ替わるとするならば、もうこないされるでというね、怖いでというね、王様怖いでと、メリットがなくなったらすぐこないするでという話をしました。ね、ちょっとこれをですね、緊急で動画を上げておきたいなと思ったので、ね、この情報は非常にですね、今価値のある動画だと思いますのでね、皆さん方にお届けしておきたいなというふうに思いました。で、僕もですね、彼と一緒にね、ドバイに行って仕事したことあるんですけれどもね、まあ、すごい人です。で、この人、日本でも調べたら出てくる人です。僕のね、後輩ですけどね。でもこれを言ってしまうとですね、調べたらすぐパーンとヒットしてしまうのでね、すぐに、誰か分かってしまうので言えないですけれどもね、すごいやつです。ね、僕も一緒に連れて行ってもらって、びっくりしました。ね、王様ってすごいよね。キリン買ったり、ホワイトタイガー買ったりしてですね、もう家の敷地端からものは見えません。もう砂漠の中走っていたらバンとお城が現れてくる、ほんまに夢の世界のね、塩にも千何百人いてましたわ、そこのね、王様の家ね。この話もまた今度しますね。うん。とにかく今日はですね、小池百合子のバックの話をしました。ね、そういう形でメディアね、牛耳ってますよ、いうことで、おそらく次の選挙ね、百合子ちゃん嫌やけれどもね、取ってしまうんじゃないかなと、石丸伸二さんは県外らしいですね。で、またこれ辺の、この世論調査とかで、ね、いろんなところが出してくると思うんでですけれどもね、今回、最後に一言言ってみますね。メディアコントロールが完全に小池百合子が行われる、力を持っているので、
テレビのメディアは信用しないでください。この赤マスクの発信をですね、真実を発信していきますからね、信じていただきたいなっていうふうに思います。はい、以上、JJチャンネルでした。チャンネル登録よろしく、いつもね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日はいつものあれはやりません。面白くなかったっていうやつはやりません。面白いとか面白くないとか今回ないですからね。そういうこと関係なしにね、情報をすぐに緊急配信したいと思ったので、動画を上げさせていただきました。以上、JJチャンネルでした。ありがとうございます。